バックフラワーやペーパーマヨにご注目ください。3、4組の出汁は本宮市と上尾市の間に生まれたみみちゃんがプーさんのいるお花畑で遊ぶ様子を表現しました。とにかく丸っこくて可愛らしい様子を頑張って表現しました。百花繚乱のイメージ通り華やかな出汁をぜひご覧ください。私たち1年生が制作した梨は題して着ぐるみまゆみちゃんと花束の贈り物です。まゆみちゃんはゴジラの着ぐるみを着ています。ゴジラは街を怖い怪獣ですが、この着ぐるみゴジラは街を花でいっぱいにして梨を見た人や宮に住んでいる人たちを優しい気持ちでいっぱいにしてくれる優しい怪獣です。
他にも、いろいろコンテンツあるんで、よかったら見てみてください。もしよかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。